蓮舫、どうもおまっとさんでした。平八郎です。本日の試合はっていう前にちょっと衝撃のニュースが飛び込んでまいりました。松井監督が、休養に入り、渡辺、GM が、監督代行を務めるそうです。驚いたよ。おい、驚いたよ。どうすりゃいいの俺。このレオのテンションどうしてくれるの。もうさ、もうビールもジョッキもスタンバってるのよ。スタンバってね、あのブルペン放り込んだのよ。あの冷凍庫というのね、言う名のブルペンに放り込んで、肩温めとけよっつって、まあ、正確には冷やすんだけども、あ、まあ、ちょっとややこしくてすいません。まあ、どっちでもいいんですけどね、そんなの。ね、今日仕事終わって、見逃し配信見てました、試合の。そしたらさ、ピコーンってスポナビが、松井監督休養と、今かーいと、ね、レオ法動画出す前に知っちゃったーっつって、今こうやって動画回してますけど、どうしよう。なんか、テンションが上がらないっていうか、上げられないっていうかさ、このニュース知っちゃったらさ、まあ確かに、まあ松井一夫監督が休養入るっていうのは時間の問題だなとは、まあ思ってましたけど、決して明るいニュースじゃないですしね。もう、どうしてくれんの？このテンションどうしてくれるの？まあ僕のテンションなんかはさておき、まあ松井一夫監督ね、悔しいでしょうね。もう僕も、ほんと、現役時代からの信者なので、松井一夫信者なので、非常に悔しいです。残念。ほんと。今日はどんな気持ちで、この勝利後のね、監督インタビューを受けてたんでしょうか。ほんと、それを思うと、ねえ、かわいそうだなぁとは思います、やっぱり。やるせない気持ちになりますね。渡辺 GM も言ってますけども、松井監督一人の責任じゃないのでね、本当に。もちろん GM もそうですし、打撃コーチもそうですし、もう全部ですよね。編成とか含め、全体の責任なんで、これで渡辺 GM 兼監督になったとて、いい結果に結ぶのかっていうとね、決してそういうわけじゃないと思いますしね。しかも、GM 兼務ですからね、渡辺監督、ね。激務なんで、大変だと思いますよ。それか、もう、今シーズンの途中の補強はもう全くないという感じでいくのかな。ってなるとは、やっぱり若手主体になってくるでしょうし、今年はもう本当、勝ちに行くというよりかは、もう、若手を徹底的に育成するシーズンっていうのがね、舵取りに行くんじゃないかなと。思います。まあ、いずれにせよ、松井監督、いや、松井一夫さん、ゆっくり休養してください。もう、ご家族とのね、時間をね、過ごしてくださいよ。美穂さんの、ね、手料理で、また、中山秀さんとか、ピーターさんとか呼んで、ホームパーティーしてください。ね。で、シーズン終わりにはおそらく、正式に退任という形になるでしょう。で、まあ、GM 監督、どうでしょう、成績が良かったら、そのまま継続するのかな？まあ変わるでしょうね。変わると思います。まあ渡辺 GM も、体に気をつけてね、監督業こなしてってください。もうこなしでいいと思います。ただもう若手をね、どんどん使ってってください。1軍も2軍も、こうある意味一番俯瞰で見れてるのは渡辺 GM なんじゃないかなと思いますし、おそらくね。まあなので、1軍2軍、激しい入れ替わりしてほしいですね。僕は個人的にそう思います。いろんな選手見たいです。頑張ってください。渡辺 GM、お体には十分気をつけてください。ただね、こう忘れちゃならないの。ドラフト1位、竹内夏樹を引いたのは松井一夫だということですよね。一夫さん、ありがとうございました。といったところで一旦この動画はこの辺で締めさせていただきます。レオ法動画は後ほど出します。さよなら、ライオン。
娘。